はい、皆さんこんばんは、ウッディーブルです、今日はですね、こちらの商品紹介です。BRS というメーカーの、ですね、ヒーターアタッチメントアウトドアキャンプストーブ遠赤外線ヒーターという商品名になっています。これ Amazon でですね1000円台で販売されておりました。それでですね、データは今画面の方にこれからちょっと出させていただくんですけども、データって何かというと適合性はなくてですね、角度とかは書かれてますんで、それをですねちょっとご覧いただけるかと思うんですけども、私がですね、所持している、バーナー等ですねに、どれだけ適合するかというところで、ちょっとお見せしたいなと思って動画にしました。まずですね、こちらは、コールマンのですね、こちらはコールマンのツイスターのですね、270BZ という商品です。で、こちらはですね、ちょっと角度がですね、スリットがたくさん入ってまして、いろんな商品にですね、適合できるようにということで、こういう風にたくさんスリットが入っているという商品ですね。で、これちょっと角度が難しくてですね、一発でははまんないんですけど、こう何回かですね、回していくうちに、どっかの溝にはまるでしょう、ということです。はい。ちょっとこれ難しいですね。簡単にはいかないですね。これどっかにですね、自分で、なんか、刻印というか、なんかを入れればいいんでしょうけど、今はまだ、ちょっと難しいっすね。多分合うと思うんですね。なんかですね、岩谷の、これからまあ、適合性にお見せしますけども、なかなかうまくいかないっすね。これでいいのかな？はい。こういったら、ちょっと今ずれちゃう、おかしい。いや、これ絶対合うはずなんですよ。リハビがですね、うまくいきましたんで、これでいい感じですね。はい。これ、コールマンの、270PZ ですね。こちらにはちゃんと、適合しました。ただですね、ちょっと心配なのは、このキャプテンスタッグの製品のようにこう下にですね、板がこうステンレスの板がついてますので、これで下に熱が回らないんですけど、この場合ですとダイレクトにですね、熱がちょっと下に当たっちゃうんで、ちょっと大丈夫だろうかっていうところがちょっと心配なんで、どうなのかなとは思います。ただ適合するかしないかというところでは問題ないですね。はい。続いてですね、こちらですね、キャプテンスタッグの、ガスコンロの M7900 ですね。で、これわざとですね、五徳を本来開けますけども、折りたたんだ状態にしてます。これもですね、なかなか合うんですけど、角度が難しいので、すぐにはジャストフィットというわけにいかないと思います。ね、はい、こちらもですね、ジャストフィットです、キャプテンスタッグのコンロの M7900 に、そうですね、M7900 にぴったりはまります。で、こちらは、こっちに反射板が下についてますので、心配なくですね使えるということです、ね、はい。で、これ実際ですね、ちょっと色が変色しちゃってるのは、これでですね、本当適合するのかっていうのをやってみて、実際燃焼テストもしてます。でも、すごく暖かくてですね、その遠赤外線の効果が得られるのかなということで、今回これからキャンプに行くんですけども、非常に、期待してます。はい。で、続いてなんですけども、これはですね、ブリンのですね、マルチヒューエルストーブ、BL108T4 という商品でね、でこちらもですね、適合したはずなんですけども、これ難しいんですよね。ごとくもちょっと大きいんで、
すぐにはいかないんですけど、ね、これですかね、これです、これはどうだ、ごちゃごちゃすいません、時間がかかってしまってですね、手際が悪いというよりもですね、適合性がちょっと難しくて、こんな感じですかね、これはあのブリンのですね、マルチフューエルストーブということで、まあ、あの灯油、ガス、ですね、あとガソリンも使えるマルチフュエルストーブです。で、こちらも全く問題なく適合しました。でこちらについてはですね、先ほど言ったように鉄板なんかついてませんが、ステンレスの板とかついてませんけど、まあ、これそのものは多分火を当てても全く問題ない商品なので、これについても問題なく使えるでしょうということですね。はいはい、続いてですね、岩谷のですね、JCB ですね。はい。なんかクレジットカード会社の名前みたいな名前なんですけど。はい。ということで、これもですね、今まで紹介したのはですね、すべて3本足ですよね。1、2、3。あ、ごめんなさい、これ4本だ。これ3本足で大丈夫でした。ということでですね、こちら4本足ですが、ごとくを開いた状態で、こちらも、ブリーンかな、あ、ここがはまってますもんね。どこかで合うと思うんですか、なかなか難しいんですよね。さっきまではごとくが3つだったんで簡単だったんですけど、岩谷に関しても適合性があることは分かってるんですけど、角度を見るとですね。はい。ということで、こちらもちゃんと注意を乗りましたんで、問題なくですね、この岩谷の製品でも、問題なく乗っかってきます。ただ、これもですね、あんまり長い間使うと、これも実際そうなんですけど、溶けちゃってるんですよ。それで、これ私は悪いんですけど、溶けてしまったので、これ、まあ、使えない状態になってるんですけど、この岩谷のですね、製品バナーにもちゃんとつきましたんで、いろいろなですね、製品に使えるということが、特徴ですね。はい。要は、何度も申し上げますけど、このスリットがたくさん入っていることで、いろんな、ストーブにですね、適合するといった商品です。はい。長くなりましたけども、これからですね、寒いんで、使うのも非常に楽しみですね。はい。ということで、皆様のですね、ご参考になればと思います。